一般財団法人関西電気保安協会は近畿地方2府4県の企業、家庭向けに電気の点検、保安業務を行っている一般財団法人。関西電気保安協会の業務区域、関西電気保安協会はユニークなテレビ CM を放送していることで知られる。初期の CM は堀井広治と川崎徹が手掛けた。CM の内容は 実際に協会に勤務する現場作業スタッフが出演し、協会の事業紹介や電気の安全について若干のジョークを交えて伝える真面目なものだが、出演スタッフたちのぎこちない素人演技が見るものの笑いを誘う。CM の最後には関西電気法案協会と男性コーラスによる独特の節回しのサウンドロゴが入る。このサウンドロゴは何回か更新されており、 作業スタッフ一同による一発撮りのものや若干キーが高いものが存在するなど細かな違いはあるが音階は20年以上ほぼ変わっていないまたこのサウンドロゴ自体が登録商標となっている全日本 CM フェスティバル受賞作品が8本あり受賞作品と現行放送中の CM は協会の公式サイトで視聴できる大阪人は 関西電気保安協会という言葉を、節をつけずに普通に言えるか。というネタが2008年2月29日放送の、探偵。ナイトスクープで取り上げられるほど、関西電気保安協会の CM は、関西圏で周知されており、CM が、協会の知名度、イメージ向上及び、協会の目的、電気の安全利用のための啓発に貢献していると、言える。 2021年現在、CM は在阪民放各局で放送されており、公式サイトには CM の放送スケジュールを詳細に記した予定表がある。過去には CM の映像を使ったスクリーンセーバーも配布されていた。ありがとうございます。